はい、Vlog です。今日は何か物を買ったとかそういう話じゃちょっとないんですけど、まず一つ目ですが、シャークのハンディクリーナーをこの前動画にしてるんですけど、それに関してダストボックの掃除のし具合っていうのをちょっとコメントいただいたので簡単にそこからご紹介しておくと、今掃除をし終わってここをカパッとかってゴミ箱に捨てた状態です。でちょっとゴミなのでゴミを見たくねえよっていう方はここからちょっと飛ばしていただきたいんですけど、カパッと開けた状態で中身の大きなゴミが落ちた状態で今この感じですね。ブラシの感じとかを見るとですね、まあそんなゴミが残ってる感じではないので、こっちの蓋側の方はそこまで手を触れて掃除する必要はないかなと思うんですが、問題なのはですね、この従来機種と大きく違う形になっているこのプレフィルターが円筒形状になっているって感じですね。従来型はここに一面、この縦に一面入っただけなので、カバーをパカッと開けた瞬間に綺麗に掃除されるような構造になったんですけど、今回はですねこのフィルターが一応4面メッシュになっていて、吸引力を上げるためだと思うんですけど、まあ、そのエアフローが良くなるような設計になっています。なのでこのダストボックスの中にこの金属のメッシュのフィルターがこういう風に4面いる感じなんですよ。なので、まあ、正直ですね、こういう風に正面のゴミはまあそこそこ重力で落ちるんですけど、側面とかはね結構ゴミ溜まってるんですよね。これ見えるかな、この角っことか、これ今金属の切削片なんですけど、金属のゴミがここに挟まったりとか、この辺の奥の隙間のとこにちょっとゴミがいたりとか、このやっぱり四隅の角のところはゴミが残ってる感じですね。フィルターを開けるとこんな感じで取れるんですけど、フィルターのこの裏のところにもやっぱりちょっと汚いですけど、ゴミがねやっぱり溜まった状態ではいますね。ただこの状態にしてゴミ箱の上で振っちゃえば落ちるようなゴミではあるんですけど、この裏側にもゴミが溜まるっていうのはね、従来機種にはないちょっと構造なので、一手間かかりますね。ダストボックスをパカッて開けて捨てた後に、従来機種はここに全部見えたので、サラサラってちっちゃいブラシとかで擦れば全部取れたんですけど、今回の機種はさらにここのプレフィルターを持ち上げた状態でゴミ箱の上で振ると全部取れるかなって感じですね。ただこのプレフィルターの後のプリーツのフィルターがあるんですけど、このプレフィルターのですね、穴のメッシュの感覚としてはですね、前よりなんか多分細かくなっていて、プレフィルターの効果は上がっている感じなので、プリーツに対してゴミが溜まる率はね、すごく減っている感じがします。まあ、溜まってるんですけど、前の機種に比べると、ここに細かい塵が溜まりにくくなったかなっていう感じですね。正直ですね、一番これの掃除がめんどくさいんですよ。この隙間を、ブラシとかでシャーって落としたりとか、まあエアダスターとかがあればシャーっとエアダスターで拭いたりとかするんですけど、このねプリーツの間に挟まるゴミを掃除するのが一番大変なので、プレフィルターがちょっと細かくなったことによってゴミが通りにくくなってる感はあるかなっていう感じですね。今回は私の作業場の掃除をするためにメインで今これ使ってるので、あんまり細かいホコリとかはないんですけど、まあ、この機種についてるあのモーターヘッドですね、モーターヘッドでウィーンってできるんで、やっぱりそれを使って布団の上とか掃除したくなるんですけど、布団の上とかを掃除するとあの綿ぼこりがですね、やっぱりこのプレフィルター通過してプリーツのところにバーッと入ってたりするので、そんな取れにくいゴミではないんですけど、やっぱりちょっと詰まるものは詰まるかなって感じですね。というのがちょっと今シャーク使ってて思ってる感想です。まあ、で吸引力なんですけど、旧機種よりも相当やっぱり上がってますね。もう押し付けなくても離してても結構吸い上げたりする感じの掃除の仕方ができるので圧倒的に楽になりました。ちょっとモーターヘッドとかこのヘッドのところの構造が複雑になってるので、その辺についた汚れを取るのちょっとめんどくさいんですけど、吸引力として考えると上がってるので、まあこれがメインで私はいいかなっていう感じですね。シャークのコメントに対する回答になってるかどうかわからないですけど、まあ、手間としてはちょっと増えてるんですけど、吸引力はそれ以上に増してるので満足感は上がってるというのが私の感覚です。2つ目なんですが、あんまりネタがないのでちょっと日が改めてって感じなんですけど、今これ ZV-10 撮ってるんですけど、前回が16mm のレンズを使ったんですけど、今回があの標準のうちに2個あるんですけど、1650ってやつを使ってますね。やっぱちょっと画角が狭いですけど、あとちょっと暗いかな。だけどまあこれよりはなんか周辺原稿が少ないというか、これってなんかやっぱり周りがちょっと暗くなっちゃうんですけど、このキットレンズはそこまでひどくないかなっていう感じですね。まあまたカメラの話になってしまうんですけど、まあ快適に使えてますね。うん、やっぱちょっと自撮りっていう観点だと厳しいかなっていうところはあるんですけど、まあでもたまにやるぐらいだったら全然使えるレベルでいけるかなって気がしますし、自分の顔が入るように撮るってどんだけ自分が好きなんだっていう風になっちゃうので、カジュアルに使う感じだったら全然問題ないかなっていう気がしますけど、やっぱりちょっとローリング歪みというか、やっぱりグニャングニャになるやつが気になる感じではあるんですけど、
子供とかはまあ見れる映像で撮ってる分には全然問題ないかなっていう感じですね。で前回の動画の時にこの三脚の話をしたと思うんですけど、やっぱりこのアルカスイスのマウントがすごく便利なのはまあ間違いないんですけど、あのショルダーのところにつけるマウンターがすごく便利で愛用してるんですけど、あの嫁と私が2台体制とかでもってカメラを交換したりとかすると、まあ、どっちかのカメラにしかそのホルスターにつけられないと不便だなってことで、結局もう一個マウンター買いましたこれ本当はここの本体はいらなくてカメラ側のマウントだけあればよかったんですけど、このマウントだけ売ってないんですよね。でちょっと特殊なんですよ、しかも形が。なんでしょうがなく本体ごと買って、まあ嫁がそういうカバン持ってる時は嫁側にこれをつけて2人とも肩のところにつければいいかなと思って買ったんですけど、で前の動画をちょっと見てない方には通じない話なんですけど、まあ、UTBIT のこのホルダーのやつなんですけど、当然のごとくまたネジが外れてたので、これ買う人注意してください。絶対外れてると思います。で袋とかに残っちゃってると音もしないので気づかないこともあるかもしれないですけど、これですね、なんかレビューのとこに突然外れてとかって書いてるんですけど、もしかしたらこのネジがないことによって外れてる人がいるんじゃないかなと思って、根本的な原因がなんか分かっちゃった気がします前もちょっとお話しした話で繰り返しになっちゃうんですけど、この金具の裏にいろいろパーツが入ってるんですけど、そのパーツの蓋がですね全部ネジで閉まってるんですけど、ネジが全部緩んでるんですよなのでこのネジパッケージをするときに捨ててなければいいんですけど、ちゃんとネジがあるときはネジロック剤かなんかちょっと止めるようにした方がいいかなって気がします。また外れてました。で全部ゆるゆるなので、まあ全商品多分こんな感じなんだと思います、これはで気をつけてください。で、まあ、そこのネジの部分の問題さえ解決すればすごく便利なんですけど、強いて言うとですね、ちょっとこのアルカスイス互換のこのマウンターのエッジが結構立ってて痛いっちゃ痛いんですよね。で机とかに置くと机にちょっと傷がつく感じのエッジの立ち方なので、カメラの底にこれがついてると、まあ机の上とかそういうところにガンと置いた時に傷がつくかなって心配があるのと、まあ、持ってて触れると尖ってるんで痛いっていうのはあるんですが、それさえ我慢すればすごく便利ですね。ここにカチャッと取り付けてこうやってロックがかかるんで、外すときはこの赤いボタンを押して抜くんですけど、たったこれだけなのにすごく便利なんですけど安いんですよまあ某ブランドの高いやつを買えばそれでいいのかもしれないですけど、7、8000円するんで、これは1個2000円ということを考えると非常にコスパが良くていいと思います。私が使っている限りはこの初めにネジが外れてる問題さえ除けばクオリティは全然悪くないかなと思っているので、うん、これはこれでおすすめです。カメラはこんな感じなんですが、最近ですね忙しくてあまりものづくりできてなくて、結構実用品を作ったりとかしかしなくなっちゃってるんですよね。例えばまあ前もちょっとお話したことあるかもしれないけど、あのペグボードに取り付けるためのトレーとかね、こういうやつ、あのこのペグボードのまあ穴の開いてる間隔とか穴の大きさとかがいろいろあるんで、日本で売られてるペグボードの規格に合わせてデータを自分で作り直して使ってるんですけど、まあ、これ作れば作るほど便利なんで、暇があってフィラメントが寿命が来そうだなと思ったらトレーに変換するみたいなことをやり続けてます。あの一応シンジバースのにも上げてるので、ペグボードでなんかこういうトレーを置いたりとかしたければダウンロードしてください。ペンホルダー用とかトレーを何バリエーションか作ってデータアップロードしてあるんで、興味があったらちょっとダウンロードしてみてください。まあそんな感じで、まだちょっとものづくりとかいろいろやりたいのは山々なんですけど、まあものづくりとか中華通販なんですけど、ちょっと中華通販の方がですね、いろいろ部品が今供給不足みたいで、物がね届かない状況になってるので、しばらく待ってちょっと物が届いてからいろいろ動画にしようかなと思ってるんですけど、ここ最近ネタが不足しているところもあるので、何かいいネタないかなと思って探してるんですけど、今日はこんなところで終わりたいなと思います。